それでは5名の選手はスイッチオン、位置についてシグナルに注目。パワードバイ FDK ミニ四駆ジャパンカップ2023ドライボン横浜タイヤ岡山大会オープンクラス優勝決定戦、さあスタート。3コースがまだリードか。さあドロマシンだ。4台が並んで戻ってくる。5コースは今レーンチェンジクリアしたぞ。さあ先頭は今4コースだ。どちらだ。ここでまた変わった。1コースか2コースか。さあ先頭2コースに変わって3周目、2コース1コース4コースという順番、2,1,4 の順番から変わってくるか。さあトップはいよいよこの後レーンチェンジだ。カルセルチェンジャー入った。ここで1コースも来てる。来たぞ。さあ4コーストップだ。止まりそうだ。2コースが再び先頭ゴールイン。2,3,1コースの順でゴールインです。はい、ということでジャパンカップ2023岡山大会オープンクラス優勝されましたゲッチ選手、はい、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。すさまじいメンバーでの優勝決定戦だったと思いますけども、ね、どうでしたか正直。いやー、まさかいけるとは思ってなかった。今回の、バニーホップアメージングサーキット、苦労した点とかはどこでしょうか。そうですね、やっぱやってきてカルーセル、ああなるほど、が一番苦労しました。あそこ他は意外と大丈夫なんです。ああなるほど。今日もじゃあ結構苦戦した感じですかね。今日いつも5コーススタートやったらちょっとあれやった。あーなるほど。今日はなんかうまいこと 1,2 でいけた。ああなるほど。5コースが若干苦手。あー結構そういう選手多いですからね。ということで、まあ可能な範囲でマシン見せていただいても大丈夫ですか。綺麗なサンダーショットでございますが、MS ブレーキで後ろがスーパーハードですかねこれ。そうですね、スーパーハードとローフリーです。ローフリーですね。でフロントのねちゃんとローラーも13がついていて、でスライドダンパーは両方動くやつ。普通のやつです。純正スライドなんですね。そうですね。おーなるほど。で後ろも、一軸のアンカーになってて、でこれ黒の。プラローラーですかね。プラですね。染色して。染色してるんですね。今度は青いやつですけど、プラのね、はい、黒になってますね。まあ、まもなくチャンピオンズもらえば始まってますので、僕ももうすぐ行きますけども、どうですか、じゃあチャンピオン決定戦ね、駒を進めましたけども、意気込みのほど一言。いや、もうとにかく嬉しい限りです。はい、これからも、まあ、参加できたら、もっと頑張っていきたいと思います。ということでね、今日は、ジャパンカップ岡山大会を優勝されましたゲッチ選手でした。ありがとうございました。すいませんバタバタで、はい、ありがとうございます。